ダイダロス88ダイダロスとは1980年代後半にマサチューセッツ工科大学のリンカーン研究所で開発された人力飛行機および一連の人力飛行機のシリーズである。ダイダロスは MIT の学生、教授陣、卒業生で構成されたチームによってリンカーン研究所で制作された。全部で3機の機体が開発、制作され、 3期目の機体は1988年4月23日にギリシャクレタ島のイラクリオンからサントリーニ島までを飛行し、総飛行距離 115.11km、飛行時間3時間54分を記録した。この記録はファイにより飛行距離、対空時間の世界記録として認定され、2011年11月現在、その記録は未だに破られていない。名前の由来は、 ギリシア神話に登場する名工ダイダロスで、クレタ島からイーカロスと共に人工の翼を使って脱出するという神話にちなんで名付けられた。本記事では世界記録を樹立した機体に加え、それ以前にリンカーン研究所で開発、制作された2機についても述べる。ライトイーグルライトイーグルとはダイダロスの試作として制作された機体である。正式名称は、 ミケロブライトイーグルで、クルーからは、エミリーという愛称でも知られていた。1987年1月、エドワーズ空軍基地内のナサドライデン、飛行研究センターにて、同基地所属のグレン・トレムリオパイロットに迎えて、記録飛行を行い、直線距離、周回コース無着陸飛行距離、対空時間の世界記録を更新した。また、女性トライアスロン選手のルイス・マッコーリンをパイロットに、 迎えて、記録飛行を行い、直線飛行距離、周回コース無着陸飛行距離、対空時間の女性記録も更新した。記録飛行後、ライトイーグルは、バージニア州、マナサスに保管されていたが、2008年より、オーロラフライトサイエンスによって修復され、太陽電池を動力源とした、無人飛行機、サンライトイーグルとして改造された。主翼に、 太陽光電池が取り付けられ、リチウムイオン電池と新しい駆動系が取り付けられたが、機体の基本設計はそのままだった。サンライトイーグルは FAA より対空性証明を受け、また2009年5月にニューメキシコ州にて飛行試験が2度行われた。ダレス国際空港に展示されているダイダロス87、ダイダロスとして初めて製作された機体。 1988年2月17日にドライデン飛行研究センターのロジャース観光にて飛行試験が行われたが飛行中方向打の制御が効かなくなりスパイラルダイバージェンスによりクラッシュしたこのクラッシュにより右翼、胴体、プロペラが損傷したがバックアップ機として後に修復されたダイダロス87は2009年までボストン科学博物館に展示されていたが 現在はワシントンダレス国際空港のターミナル B 停留所に展示されているダイバロス87に続いて制作された機体。パイロットにはロサンゼルスオリンピック自転車競技への出場経験を持つキリシアのカネロスカネロプウロスが迎えられた。前日の通り、1988年4月23日に記録飛行が行われた。 ギリシアクレタ島のイラクリオン飛行場をスタート地点にファイの規定の下自力水平飛行によって離陸した。飛行高度は5から10メートルを維持され、ボートの誘導に従って飛行を続けた。サントリーニ島に差し掛かった時、観客が大勢いた狭いビーチを避けるため機体をビーチに、そうように方向転換させたが、その時ビーチからの熱によって右翼の揚力が増してしまい。 海側へ流されてしまった。さらに風によって、テールブームがねじり下がったことでコントロールを失い、機種が上がり、加えて別の風によって主翼下駄も下がり、そのまま海へ着水した。着水地点は、サントリー2島のペリッサビー地沖7メートルの地点で、総飛行距離115.11キロメートル、飛行時間3時間54分がファイより認められ、この記録は、 ファイ公式の飛行距離、滞空時間の世界記録として認定された。この飛行中、パイロットが水平飛行を維持するために出し続けなければ、ならなかった出力は、約4分の1馬力程度だった。現在、ダイダロス88は、スミソニアン博物館に保管されている。ありがとうございます。